ここはどこだ。仲間とはぐれちまったみてえだな。無事だといいんだが。あいつなんで俺だけ連れてきやがった。直接聞き出すしかねえな。さてと、あんた俺のこと知ってるんだろ。ああ、よく知ってる。俺もな、あんたの顔、声、よく知ってる。知ってるが別人だ。てめえ何者なんだ。なんとなくそんな気はしてんだ。俺はお前の父親だ。そんなはずはねえ。親父は死んだ。この目で見た。俺の名はシルバーフルバスター。お前の父だ。嘘だ。親父が生きてるはずがねえ。やっぱりいいな。予想通りの顔だ。確かに父親であることは嘘じゃねえが、それは俺とは別の話。どういうことだ。俺はもっと大きな存在さ。お前にとって俺たちは戦う運命にある。戦う運命だと。まずはどこから話せばいいかな。そうだな、この体について話そう。この体は器だ。たまたまそこにあった死体。タルタロスは全員ゼレフ署の悪魔なんだぞ。もちろん俺も本来の姿は人間じゃねえ。まあしかし悪魔の姿ってのもいろいろ不便なこともあるんだわ。だから普段は人間の姿をしている。その人間の姿を選んでいる時にたまたま近くにいい死体があったからな。それ以来この体を使っているというわけだ。だがな、偶然手に入れたはずのこの体、それが俺とお前を引き合わせたのかもしれん。お前をこの手で殺せる日をどれだけ待ちわびたのか。ふざけんじゃねえぞこの野郎。人の親父の体を勝手に使って、こっちには恨む道理があっても恨まれる筋合いはねえっての。いや、ウルの一派を皆殺しにしねえと収まんねんだ。ウルには10年も閉じ込められていたから。俺の名はデリオラ。忘れてねえよな、グレイ。デリオラはウルが。そうだ、殺されたよ、10年もかけて。だがタルタロスにはヘルズコアという肉体再生機関があった。本当にお前があのデリオラなのか。なんなら真の姿を見せてやろう。お前の両親を殺した時の姿をな。デリオラ！来いよ、ウルの亡霊。人間は悪魔には勝てない。俺に氷は効かねえ。お前の勝てる可能性は 0% だ。これで！ほう？
人間は悪魔には勝てない。この後はお前の大切な仲間を片っ端から殺していく。親父の体で、声で、これ以上くだらねえこと言ってんじゃねえぞ。アイスメイクフロア、やるじゃねえの。氷に瓦礫を混ぜて無属性の攻撃にしたというわけ。今度はこっちから行くぜ。アイスメイクアイスゲージャー、行くぞ。アイスメイク行くぞ。今度はやるじゃねえの。アイスメイクアイスゲージャー、アイスメイク今度はやるじゃねえの。アイスメイク、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 終わりだ。アイスメイク、アイスゲージャー。やるじゃねえの。だが、シルバーこれで瓦礫は拾えまい。もっと顔を歪ませろよ。もっと恐怖しろよ人間。わずかにでも勝てると思っていたのか。よく覚えておけ。これが絶望の味だ。人間は悪魔には勝てない。それでも俺は勝たなきゃならねえ。俺に氷は通じねえ。物理攻撃も封じた。感情論で勝てるほど甘くはねえ。まだ一つだけ手が残っている。アイスドッシュ。はったりはよせ。それは自らの命と引き換えに相手を永久凍結させる魔法。自分の命を使う魔法だ。それに俺には氷の魔法は効かねえ。だったらこいつを食らう度胸はあるんだな。やれるはずがねえ。死ぬんだぞてめえ。よせ。俺の家族、そしてウルの仇、死んでほしくねえか。あの時止めたの、俺の声は届かなかった。それアイスのシェル。氷は効かねえ。アイスのシェル破れたり。すまない、みんな。大事なことを忘れそうになっていた。俺は死なない。仲間の涙は見たくねえから。行くぜ、氷馬の激闘。アイスメイクシールド。アイスメイクシールド。人間は悪魔には勝てない。行くぜ、氷馬の激闘。アイスメイクハンマー。やるじゃねえの。行くぜ、氷馬の。
スネイクハンマー。え、これで行くぜ昭和の激光。アイスメイクバンプレじゃねえの。へ、楽勝だぜ。気づかねえとでも思ってたのかよ。なんでだよ、クソ。あんたはデリオラじゃねえ。俺の親父だろ。とどめを刺せ。ふざけんなよ。あんた俺の親父なんだろ。こんなところで何してんだよ。お前に殺されるのを待っていた。そうだ、俺はお前の父だった。だがもう人間じゃねえ、あくまでもねえ死人だ。17年前にとっくに死んでいるんだ。ネクロマンサー、死体を操る呪法。俺は奴に拾われた実験のための死体だった。実験？死人をどこまで本物の生きた人間に近づかせるかの実験だった。何百もあった死体の一つに過ぎなかったが、俺はここまで生きた。いや、動いたと言うべきか。全ては俺の家族を奪った悪魔どもに復讐するために。悪魔のギルドにいながらバレねえように各地の悪魔を葬っていった。周りの悪魔の力を弱め、いよいよ俺はタルタロスを壊滅させる計画に移る予定だ。だが、そこでお前が生きてることを知った。その時、気づいちまったんだ。俺の手は汚れすぎている。お前のために、ミカのために戦う資格なんかなかったんだと。だから死ぬつもりだった。もう死人だ。終わるつもりだった。お前に全てを託して。勝手なことを。俺は何も託されちゃ。もう大丈夫だ。お前はもう大丈夫。ひどいことを言ったな。痛めつけもした。すまなかった。すべて俺の悪夢を乗り越えさせるために。俺のことは忘れていい。もうとっくに死んだ人間だ。それでも俺の親父だ。違う、息子を殴る父親などいるものか。あんたはもういい。早くとどめよ。楽になりてえのかよ。頼む、ミカのもとへ。迷うな。俺はフェイス計画にも手を貸した。元評議員も殺した。お前たちの敵だ。ああ、たとえ血のつながった父親でも、ギルドの敵なら関係ねえんだ。そうやって俺たちはギルドを守ってきた。
それが人間だ。俺は それでもあんたを殺せねえ。くそくそ。それも人間だ。どの道を俺の体はそう長くは持たない。親父、いい男になったなグレイ。お前は俺たちの誇りだ。悪魔だけのギルドに悪魔を倒す魔導士が。死人？グレイ様のお父様が？そんな話。あなたは一体。聞こえるか、嬢ちゃん。あ、電話。あんたはそのグレーの女か。あ、いえ、そんな。もしかしてお父様？まあいい、時間がねえ。要件だけ伝える。目の前のドクロキースがフェイス起動の鍵だ。やつはネクロマンサー。やつを倒せば議長は動けねえ。それで三千機のフェイスを止められる。でもそれだとあなたも。なんだよ、知ってたのか。それでもやるんだ、グレーのためにも。お父様、聞こえますか？お父様。もう声が聞こえない。やるしかないの。本当にグレイ様のためなの？なんてひどいこと。あなたは人間を何だと思ってるんですか？あなたの思い通りにはならない。ジュビアは許さない。あなたに人間同士の絆を切ることなんてできない。グレイ様の思いもお父様の思いもきっと届く。たとえ形が消えようと、思いはずっと心に残る。それが人間の愛の力だって信じているから。ウォーカーネクロ。嬢ちゃんのおかげでやっと成仏できる。フェイスの起動も阻止できた。ジュビアは。何も言うな。グレイを頼むぞ。はい。もうゆっくり休んでくれ。
あとはお前に託す。俺がなぜ氷の滅悪魔法を習得したのか。それは END が炎の悪魔だからだ。この力が俺からお前へ。氷のデビルスレイヤーとして俺が END を倒す。ジュビアは決死の攻撃でタルタロスのネクロマンサーキースを撃破する。それに続いてナツとバジルが旧鬼門に挑むんだけど、相変わらずの二人でどっちが先に倒せるか競争して、負けた方は勝った方を称える歌を作るって約束をする。勝ったのはバジル。レビィちゃんと共に相手の得意とする水中戦でトラフザーを破るんだ。でも傷ついたガジルたちの前にテンペスターが迫る。絶体絶命。その危機を救ったのはグレイ。父シルバーから受け継いだデビルスレイヤーの力でテンペスターを一撃で倒しちゃったんだ。